苦労様。荷物はかまどのところに置いてきて。これから川に行きましょう。そこでアタシキャブの材料のウフトウリを取るのよ。大丈夫？指先が真っ赤になってる。どうしたの？温めないと霜焼けになっちゃう。冬の水にむやみに手をつけてはダメよ。変な味方？カムイコタンにいると心が洗われる。雪みたいに真っ白になりたいな。そして春になったら溶けてしまいたい。私今、ごめんね、何でもないの。今の曲は忘れて。忘れて、お願いよ。さ、ウフトウリを取りましょう。やあ！大丈夫？だからやめてって言ったのに。平気平気。それよりもさ、ナコルグ、めっちゃ驚いてたな。すっごく飛んだぞ。ナコルグ。
コルル。ヤンタム、驚かさないで。悪かった。ダメだよヤンタム、ちゃんと謝らなきゃ。謝ったじゃん今。久しぶりだなナコル君。そうね。帰ってきてくれて嬉しいぜ俺は。待ってたよナコルル、お帰りなさい。そうだ、ナコルルに選別があるんだ。それを言うならお見舞い品だよ。7歳児に言葉の間違いを直されるってどうだろうね、マナリー。間違ってたじゃない。細かいことは置いといて受け取ってくれよナコルル。マナリの団子は味の保証はできないけど。大丈夫だよ、ジエローバに手伝ってもらったから。というか作ってもらったから。リバルナ、すみません。ナコルル、お前帰ってきたばっかで食い物に困ってるだろうと思ってさ、二人で考えたんだ。オンに着るがいい。ありがとう。ウフトーリを取ってるんでしょ。手伝うよ。昔よく川で遊んだもん。そうね、楽しかったわ。マナリはよく足を滑らせて溺れそうになっていたけれど、今となってはいい思い出よ。冬場は雪合戦とかして遊んだよな。冷たい。あ、これで冷たくねえだろ。温めるにはこれが一番いいの。
あったかいだろ。でも。ありがとう。もう平気よ。そうか。もっと触っててくれた方が俺は嬉しいけどな。ヤンタムーのバカ。どうだナコルル、お前もさ、手が冷たかったりしないか。いけない、私ちょっとしなくちゃいけないことがあるの。先に帰るわね。行きましょうミカト。どうしたんだよナコルル。なんでもないの。おいナコルル、ねえどうしたの。ねえ、ごめんね、お腹空いたでしょ。ご飯作ってあげるね。持ってきてくれたのね。これなら美味しいラタシキャプが作れるわ。ねえミカト、人が生きるために動物や植物を食べてしまうのはいけないことだと思う？そう、わからないよね。私もミカトと同じ年ぐらいの時は考えもしなかった。でも何かの拍子にそれを考え始めたら何も食べられなくなったわ。動物や植物の命を奪って生きるぐらいなら死んじゃった方がいいって思って、長い間何も食べずにいたら倒れちゃったの。リムリルも心配して泣き出しちゃって。私の妹よ。その時にね、私を育ててくれたお母さんがラタシキャプを作ってくれたの。食べられないって泣いたらお母さんすごく怒った。ウサギを狩るキツネを見て、ウサギがかわいそうだから助けたらキツネが死んでしまう。生きるために他の生き物を犠牲にしてしまうことも大自然の一部なの。大事なのは植物や動物の命が人のためにあるなんて思わないで。人は大自然に生かされているんだって感謝を忘れないこと。私はそれを聞かされてやっとご飯が食べられるようになったのよ。味方も感謝を忘れないようにね。ナコルル？
手伝わせてよ。大丈夫マナリ、お料理はあんまり。大丈夫、お料理の修行中なのよ。こう見えてもものすごく上達したんだから。それなら手伝ってくれると嬉しいわ。うちには育つ盛りさんも増えたし。そうだね。お料理の修行にはもう少し時間がかかりそうね。ねえミカト。私もお腹いっぱい。ごちそうさま、ナコルル。あら、もういいの？マナリが作ってくれたお団子をこれから食べようと思っていたのに。食べよう。甘いものならまだまだ入るの。ミカト、午後はお休みの時間にしましょう。遊びに行ってきていいわよ。